にちは。こんにちは。ゆたかさん、はい、ゆたかさんの親友でもあります、はい、ちょっと原監督、巨人の原監督が、うん、言及した記事をちょっと見つけたんですけど、はい、高校生のトライアウト実施なら参考にすべきアメリカのショーケースということで、今年、まあ、甲子園夏のもう春夏、まあ、甲子園球場で この高校野球がないと、そうなってくると高校生たちが例えばプロになりたいっていう子たち そのアピールの場がないっていう風なの今現状なってるじゃないですか。それに対して例えばそのプロとアマですけど、そこちょっと垣根を越えて高校生のトライアウトができないだろうかって原監督がちょっと言及したみたいなんですけど、まあ考え方とすればさ、はい、やってあげたいなと思うけど、はい、山ほど来るよね。あ、高校生がですね、山ほど来るのか、はい、逆に言えばもうみんな進学を考えるか。あ、もうどっちか。だってこの時期にプロ野球入ったって、はい、無観客でやってて、はい、何をモチベーションにやるかっていう、将来的にプロ野球が本当にこのまま存続していけるのかっていうことまで考えると思う。そしたら大学でも出といた方が、はい、それか、まあ、経済が破綻してくると何が一番いいかって言ったら IT がいいだろうね、はい、だからそういう勉強に走るか。じゃあそのプロを目指す選手がちょっとは、うん、減るというか、まあ減るっていうか不安なところに就職しようとする、まあ避けますよね。それよりは4年後を見据えて大学に行った方がいいとか考えないかなと。俺が親だったらこの時点でプロに入れとは言わない。大学行きなさい。いや、大学行けるチャンスがあるんだったら行けなさいって言うよね、うんうんうん、で専門的に勉強差し解くよね。あ、まあ、そっちの方がそうですね、まあ、うん、先を見越した時により安全どっちかなって、うん、まあ、そうだと思うよ。あ、まあ、いや今現状考えるとね、はい、ただそのスカウトの人たちは見に行って OK ですよっていうのが一応出たんですよね、その各練習試合、まあ、スカウトは甲子園大会を見なくても、うん、ある程度目ぼしい人は目をつけてるよね、うん、あ、もう、うん、ただ見過ごしてるっていうところもあるし、はい、だからトライアウトっていうのはすごくこう夢のある話でね。そうですね、いいことだと思うけど、はい、あとこれ、社会人のスカウトの人たちだったりとか、あと大学のスカウトの人たちもこれ一緒にできたらいいなっていうのを思ってるようなんですけれども、一緒に見れたら今から言ってできるかな。まあ確かにね、いきなりルールね、だってプロ野球開幕して、うん、ね、いろんな決め事もまだ発表されてないのに、はい、だからこれできる。確かに、まあ、いやいや、そうなんですよね。それはね、やっぱこうチャンスは与えたいと思うよ、うん、与えたいと思うけど、やっぱこう今夢語ったってしょうがないからな、現状どうしていくかっていうことだからね。ただこう原監督が言ってることは分かるよ、うん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 、ね、それでモチベーション上げてみたいな、はい、でいい選手がいたら取ってみたいな、うんうん、まあ、それはもう理想だよね、うん、はい、だからもうこの際だから格で取っちゃえどうなの、そのプロとアマのということですよね。だメジャーリーグがプロとアマの垣根ないじゃないですか、うん、でそのショーケースっていう呼ばれるもので一緒にそのやってると、そういうプロもアマも、うんうんうん、そういうふうに日本もこれを機に何かできないものなんですかね。やればいいんだけどね、もうそんなさ、うん、高校野球がどうの方の、プロがどうの方の垣根があった、もうそんなこと言ってる場合じゃないんじゃないの、もう本当に、はい、もうそういう時代だしね、うん、だからそういうことがあっちゃいけないと思うから、今復活、資格復活制度だっけ、はい、ああいうのやってるけど、まあ、それもそのね、どうなんだと思うよね。だからもうこの際取っちゃえみたいな、まあ、昨年の片子が取ったけどね、わざわざ3日かけてそれがいや、もう垣根取りますって、全員資格あげますみたいなと、あいつ怒ると思うけど、片岡さん、怒ると思うけど、もういいじゃん、片岡が怒るぐらいだったら。ね、僕怒んないよ、多分。まあそうですよね。いや、だからそしたら、実現は可能になってくるよね。そういう、なんていうの、プロジェクトというか、チームを組んで、で、トライアウトに向けて動いてくれって言ったら、半年後だったら間に合うと思うよ。間に合いますか？間に合うと思うよ。それを専門で、はい、チーム作ってやる、チーム やってくれと、どういうふうなシステムをやるか、はい、でどこでやるかって、まあ、一度に返してっていうのは、うん、これ人数増えると大変だろうから、うん、はい、各地区でやるとかね、例えば関東だったら関東、関西だったら関西とか、うん、中部だったら中部とか、うん、まあ、そういうところでやるっていう、
あ、もう分けてってことですね。分けて。いや、そら何人来るよ高校生。結構な数来るでしょうね、やっぱり。いや、ワンチャンあるかなって思ったら来るでしょ。うん、行きます行きます。もうとりあえず。はい。それをさばくっていうのは大変なことになる。うんうん。ただ、まあ言えば高校の監督がいるじゃない。はい。それの推薦がないと受けられないとかね。あ、まあそうするか。条件付きでってことですよね。だからまあいろんな条件があると思うんだけど、それをもうチームを組んでやるとか、うん、まあそういう風になってくると割と実現性はあるかなと思う、うん、ただプロアマの規定があるから高校生に関しては。そうなんです。だからそこら辺をクリアにするのか今年だけなのか、うん、でも毎年やったらどうやと思うよ。もう今年に限らずってことですね。限らず、うん、でも来年もコロナが収束してると思う。いやちょっと今のままだと思えないです。まあワクチンができても感染したらやっぱり完全隔離になって病院でも隔離になっていくわけじゃない、うん、まあ、そうなってくるとインフルとはちょっと違うと思うんだよね、はい、だからそんなに状況的には変わるかなっていう。まあお客さんはねある程度の感覚をあれして入れたりとかするだろうけど、はい、うん、だけどそしたら年俸はどうなのとか、また夢のある世界になってくるのかと、うん、まあ、そういうことになってくるよね。そうですね。いやでも本当ちょっとこれを機に本当プロとアマのなんか垣根、豊さん取っ払ってくださいよ。豊さんがバカ、そんな力あるわけねえじゃん。いやでも声を大にして、うん、ちゃんと折衝に行けば、うん、これは通る可能性だったらなきにしもあらずだけど。そうですね。そこにはいろんな利権がかかってたりだとか、うん、例えば、まあ、例えば高校野球で潤う人たちとか、ね、はい、プロが関与しないから、プロ関与するとまたその利権絡んでる人たちの美味しい部分が、いやまあそれは分かんないけど、ただまあ指導者の形で言うと、はい、やっぱプロ野球経験者が指導者になるっていう確率は高くなってくるよね。なりますよね。そうそうだよね。そうするとやっぱりちょっとあれなんですか、死活問題だと。ああ、うん、いやだからまあいろんなやっぱり欲で動いてるからさ人間って知りしよく、はい、まあ、これはもう仕方ないんだよ、うん、じゃないと生きていけないから、うん、ね、また欲がないやつは向上心がないから、うん、だからまあ難しい問題だけど、はい、まあ、プロが教え方がうまいとか技術があるから伝え方がうまいとかそれは一概には言えないよ、うん、一概には言えないけどなんかこう違ったものは出来上がってくるかなと思う、うん、またなんかいいこうカンフルザーじゃないですけどプロアマにとってもなんかこういい方向に進んで悪い方向に進むっていうのは ないような気がするんですけど、そうなんですかね。いやそれは分かんないよ悪いやつはいるぞお前どんな世界なんですか。いやいや悪いやつはいいやつがいるから悪いやつがいるからいいやつは評価されるわけだよ、はい、悪いやつはいていいんだよ、まあ、世の中的なバランスだから。まあね、でも何割悪いから3割いいやつで7割悪い、多分ほぼほぼ悪いですね。ほぼほぼ悪い、うん、だから欲の塊とかね、はい、俺もよく言われたよ。なんてゼニゲバって。なんでゼニゲバじゃないって、ね、なあ。そうですよね、ゼニゲバじゃない、そんなちゃんと、とかいろいろあるんだよ。まあありますよね。人の口はね、勝手に言い出すから勝手に言い出す。あのちょっとジェニゲバカットだな。自分でボケそうって。お前のプロアマってもうこれトライアウトのことだから。もうだからトライアウトも。まあ取っ払わないとできないから。いきなりねジェニゲバの話しだしたんでどうしたの。いやいやだからもう一回言うんじゃないよ。そうですよね、ここはもう大丈夫です、全カットですから。急に繋がりますから変な編集で。ね、まあそう。いやだから俺もよく言われるけどさ。うん、そうなのかなと思うよね、うん、全然そんなことないけどね。そうですね、うん、なんだろう何の話してんの。信憑性がないじゃないの。いや、お前信憑性持って全然違いますよねって言っとけよ。どの話に対してるんですかそれは。ゼニゲバだよお前。いやだから本当にゼニゲバの人は自分でゼニゲバとは言いませんから。カメラ目線で言え。本当にゼニゲバの人はゼニゲバとは自分で言いません。もうね、言葉に出してもやっぱり触れられると思うんで避けて避けて通るんですよ。こうやって笑いに変えるってことはそうじゃない証拠ですから。なんか説得力があるのかないのかわからんけど、本当に悪い人は俺は悪いやつだなんて言わないんじゃないですか。まあまあそれはそうだ。そう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 、それと一緒ですよ話ね。なんかそれ伝えてだいぶそれだけどだいぶそれました。まあでもなんかこれでね高校生が夢を持ってくれると、うん、いいよね。
そうですよ、ね、モチベーションが上がって、うん、まあ全員が上がるっていうことではないだろうけど、はい、高校で辞めるっていう人もいるし、はい、高校生が高校野球が中心になってね、うん、まあ、もうこれで終わったって思ってる高校生もいるし、はい、でも夢を持ってまだ一生懸命頑張ろうっていう球児もいるから、はい、だから、まあ、夢のある話だから、はい、まあ、なんとかね、うん、こう絵に描いた餅に終わらないように。そうですよね、うん、あ、またこれは巨人の原監督が言及したっていうのもなんか一つすごくいいなというか、まあ、いいけどさ、原監督が DH 制セ・リーグを、はい、ね、打ち出したら誰も反応しなかったというね、だからそういう経緯もある、まあまあ、まだまあその話はまだ生きてるんだけど、はい、誰も反応しなかった。セ・リーグの後の5球団の監督連中は何の反応も見せなかった、はい、あれっていう、まあ、でもあの発信力はすごいですね、まあ、発信力はある、影響力はあるから、だから夢がある話だからね、うん、だからやってほしいなと思うけど ね、うん、ね、なんか本当にコロナになんかちょっとそういう自分の人生も左右されてしまってるね、学生の方とかも多いでしょうし、もうね、全員がね、まあ、人生変わってるよ、そうですよね。なんかでもこれをきっかけにそのね、プロアマじゃないですか、するかなんかいい方向に行けばいいなって、まあそれはそうだね、うん、思いました。はい、はい。